こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ最短ルートで月収50万を売れる方法とは、ビジネス初心者でも本当に稼げる情報を売るのが一番近道ですよというテーマについてお伝えします。それでは早速いってみましょう。この動画はですね、こちらのタイトル通りですね、最短で月収50万売れる方法ですね。ぜひね、紹介させていただきます。こちらですね。まずこの3つ、大まかにこの3つなんですよね。で、まずですね、1番ですね。これがですね、非常に楽というかね、まあ、誰でもできるというか、これが非常にオーソドックスな方法なんですけど、5万円の稼ぐノウハウですね、を、まあ、情報を売るんですね。で、10人の人います。そうすると50万円達成ですね。1人5万円で売ればいいので、結局。っていうやり方なんですよね。で、これは、情報ビジネスですので、まあ、情報ビジネスをね、勉強して売るのが前提になるんですけど、まあ、これがね、一番楽っていうかね、まあ、安全な方法だと思うんですよね。で、2番なんですけど、まあ、カメラ転売ですね。まあ、これなんですけど、まあ、大体毎月300万以上売ります。で、そうすると大体ですね、80万から50万ですね。まあ、その月々によって大体変動あるんですよね。そう、利益率あるので、まあ、こういった感じで、まあ、50万超えますよっていう例なんですね。で、3番です。中運用なんですけど、まあ、1商品あたり1個1つですね、5000円で、まあ、100種類売れば、まあ、50万利益出ますよっていう感じですよね。まあ、OEM とかね、まあ、いろいろあるんですけど、まあ、この大体大まかこの3つをね、考えていただければ50万達成は可能なんですよね。まあ、ぜひね、まあ、どれでもいいんですけど、まあ、資金がない方は、まあ、ここですね、やっぱり情報を売る。ですよね。まあ何でもいいので、今動画でも Facebook でもね、ブログでも何でもいいので、まあTwitter でもね、これをやっていただければ50万達成できます。ぜひね、まあやっていただければいいかと思います。LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと30分無料コンサル、10万円稼げるマル秘マニュアルお願いします。ニックネームスタンプお願いします。あと、YouTube から質問者は受け付けてません。 LINE 登録によろしくお願いします。本日は最後見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。